こちらがキボス S52 シャンパンゴールドになっています。ケースは、表側こちらですね。メーカー名が入っていて、木目調で、結構おしゃれな感じになってますね。裏を見てみるとこのように空気穴が開いてます。中を開けてみてみます。少しちょっとこちらが硬いんですけど、開けてみると、本体と替えのブラシが2つ入っている状態です。先ほどの空気穴はちょうどこちらのブラシ部分の空気穴になっているので、収納しても湿気が出ていくような感じになっています。それでも収納するとやっぱり結構水分があるので、なるべく収納しないで置いておいた方が換気にはなります。こちらが本体ですね。こちらの金具の部分に先ほどの替えのブラシですね、このように先端が穴が開いているのでこうセットして使用します。でこちらがオンオフのボタン、こちらが強弱のボタンになっています。でオンのボタンを押すとこちらのように緑色に光ります。こちらが強弱のランプですね。強弱のボタンをオンの状態に押すと入れ替わります。これが弱でこれが強、弱強ね。そしてこちらが電池があるかどうかですね。残量なくなると緑から赤に変わります。そして底面を見るとこちらですね、充電するための、穴があるんですけども、防水加工されているためキャップがついています。これが結構固めで爪でいじっても取れないので、小さいマイナスドライバーか尖ったもの、私はこういう小さいマイナスドライバーですね、これを引っ掛けるとこのように取れます。ちょっと中見えにくいんですけども、こちらがマイクロ USB ですね。ケースに本体と一緒についているので、それをつなげて、充電いたします。締めていくの結構きついのでこんな感じですね。そして、本体を外した時のこちらに結構汚れがたまるので拭いてあげないと衛生面が悪いですね。このようにシャンパンゴールドで結構デザインがいい感じなので、洗面台とかにもそのまま置いておいてもおしゃれな感じになっています。以上でした。